ディアの女神に奮したクラウディア・フェディーチタス大公女、ジョバンニ・マリーア・モランディが、1666年、クラウディア・フェディーチタス・フォン・エスター・ライヒ・ティロルは、オーストリア・ハップスブルク家の冒険である、チロル修行家出身の大公女で、神聖ローマ皇帝レオポルト一世の二番目の皇后。オーストリア・チロル大公フェルディナント・カールとその妻で、トスカーナ大公コジモ二世の娘である。 アンナ・デ・メディチの間の長女として生まれた。クラウディアは人並み外れた音楽の才能に恵まれ、歌唱や楽器演奏、作曲までこなし、独身の間は音楽だけに情熱を傾けていた。1673年10月15日に、グラーアーツにおいて、本家筋でまたいとこにあたる新生ローマ皇帝、レオポルト一世と結婚式を挙げた。レオポルト一世は、 その前年の1672年に最初の皇后マルガリータ・テレサを亡くしていた。式典の際、花嫁川の館にはエッケンベルク城が当てがわれた。レオポルト一世の最小ベンツェル・オイゼビウス・フォン・ロップコビッツ公爵は、クラウディアが魅力に欠けているとして皇帝の再婚相手になることに反対し続けており、皇后クラウディアは最初から ロップコビッツ公と敵対せねばならなかった。クラウディアは夫である皇帝の心をつかみ、ロップコビッツを出張させ、夫をそのまま母、エレオノオラ・マグダーレナの影響力から遠ざけることに成功した。3年半ほどの結婚生活は、クラウディア皇后にとっては、非常に幸福かつ充実したものであり、皇后は、宮廷財政の健全化に努めた。皇后は夫に対し、内閣や、 行政組織の腐敗を次々に中心した。1674年には皇帝隣席の元政府の腐敗を批判する内容のオペラを上演させている。クラウディアの音楽に対する情熱は皇后の座についてからも静まることはなかった。宮廷人たちの大半はクラウディアの皇帝に対する影響力を恐れ皇后を嫌っていた。クラウディアは1676年4月、 結核により22歳で死去した。広報の心臓のみはカプツィーナーの骨堂に収められたが、その他の意外は広報の医志により、ウィーンのドミニコ教会の母親の意外の隣に葬られた。クラウディアの死によりハプスブルク家の分家であるチロル修公家は断絶し、チロルの相続権はレオポルト一世に渡った。レオポルト一世はクラウディアの死から8ヶ月後、 プファルツノイブルク家の皇女、エレオノーレ・マグダレーネと再婚した。1867年、ドイツの歴史小説家、ルイーゼ・ミュールバッハはクラウディアを主人公にした小説、皇后、クラウディアを発表している。ありがとうございます。